はい、どうも、獣医師の大吹です、早速始めていきましょう。今回のお題はこちらになります。はい、ドンと。猫が突然ベタベタになって帰ってくる事件。はい、この事件について、今回はお話をしたいなというふうに思います。今回からちょっと聴診器つけてみました。普段もこれ使ってる聴診器ですけどね。で、まあ何の事件よそれっていうふうにね、何って思った方が多いと思うんで、もう一回ちょっと言いますけど、猫がベッタベタになって帰ってくる事件です。まあこのね、事件っていうのは家の外に出ない猫さんに関してはね、まあほとんど起こることはないと思うんですけど、家の外に出ちゃうことがね、あるいはもう外で生活してるような猫さんっていうのは、たまにこの事件にね、勝手に巻き込まれてしまうことがあります。はい、で事件の全容を示す写真っていうのはまあこちらですね。こんな感じ。はい、なんか毛がねペチョってペタペタってなってなってるのが分かりますかね。これがまあその事件の内容なんですけど、まあ、これね何かっていうとですね、おそらくネズミ捕りとかでね使われている、まあ、粘着性の物質だと思います。鳥もちみたいなやつですね。うん、でネズミ捕りに使われているそのベタベタの罠にですね、猫さんが はまってしまって、でそれで体中に粘着物質をつけて、しまって帰ってくるっていうのが、ベタベタ事件ですね。うん、でそのベタベタの鳥もちの中にね、有毒物質が入っているようなものもあるらしいんですけれども、まあ有毒じゃなかったとしても、結構そのベタベタがね体にくっついてるってだけで結構な事件です。はい、地味にやっぱり生活できないですし、そのまま動けなくなっちゃうなんてことも本当にひどいとあったりするんで、子猫だとね。はい、で嫌な事件です。はい、で私がね今住んでるのがね埼玉の熊谷市なんですけど、まあここの夜間病院でも時折ねこの鳥もち、ネズミ捕りの粘着物質だろうと思われる粘着物質にまみれちゃって、ちょっと大変なことになってる猫さんっていうのが時折来院されます。はい、でこのねベッタベタ物質ね、なかなか落ちないんですよ。普通に洗ったぐらいでは落ちないので、それもまた厄介な理由になってますね。はい、でまあ、もしねこんな風になっちゃったらね、足先のちょこっとだけだったらね、この後お伝えする特別な方法でなんとか対応できるかもしれないんですけど、さっきのお写真みたいに体の半分がべっちょべちょとか、背中お腹、まあ、一面全部べっちょべちょとかになっちゃうと、ご自宅でどうにか対応するっていうのは、まあ、ちょっと難しいことも多いかなって思います。はい、この先ほどのお写真の猫さんもね、まあご自宅でまずやってみようというふうに飼い主さんトライをされてですね、ただ全然落ちないので、まあ、毛ごとねベタベタ物質を取っちゃおうというふうに思って、まあ、やっぱりね一番多いパターンなんですけど、それで皮膚も切っちゃうっていうね、そういうまあ余計な怪我もやっぱり負ってしまうことがありますので、まあね足先ちょこっとだったら自宅でも対応できるかもしれませんが、繰り返しになりますけど、体の広範囲をねこのベタベタの物質がくっついちゃった場合は、まあ、動物病にすぐ相談した方が早いかな、安全かなっていうふうに思います。あとはねこう嫌がる猫さんをね無理やりこう洗ったりするっていうのは、まあ、猫も大変で怪我するかもしれないし、人間の方もね怪我をしちゃうかもしれないので、そこだけはねもしご自宅でね足先ちょこっとだって言ってもやるときは気をつけてくださいね。無理はしない方がいいと思います。ちょっとでも不安があるんだったら動物病院に相談するのが一番いいかなって思います。ただ洗うだけではね、さっきも言ったように結構きついんですよ。無理なんで、まあ今からですねそのベタベタ物質、おそらく鳥もちだろうっていうものが猫さん犬でもそうですけどね、体についちゃった時の落とし方っていうのを、お伝えします。でその秘密の道具っていうのはこちらですね。はい、ドンと、はい、そうこれサラダ油と小麦粉ですね。この2つを使うと、なんかこうなかなか落ちなかったそのベタベタ物質が比較的落ちます。はい、完全まっさらサラサラヘアっていうのは、まあ、ちょっと結構時間必要ですけど、まあ、ベタベタ物質は少なくとも落ちます。まあ、この方法としてはね、まずはまあ小麦粉をねベタベタ部分にかけて、まあ、もみもみして、で次にその部分にサラダ油をねかけて、でさらにもみもみして、でベタベタの物質を溶かすんですね。でその後洗い流してすんですけど、まあ猫用のシャンプーを使ったりとか、まあ、これちょっとねよっぽどきつくてっていう時は食器用洗剤とかを少し使うのも実施されてる方法みたいです。はい、まあ、ただまあ猫の皮膚のことを考えると猫用のシャンプーの方がいいのかなって気はしますけど、まあそこはちょっとまあかかりつけの先生がご判断したりするかなと思うので、ただ足の一部分とかだったらねちょっと食器用洗剤で洗っちゃってもいいかなって、そっちの方が油分がすぐ落ちるんでね。でまあこの方法、サラダ油
と小麦粉を使う方法、これがまあやっぱ動物病院でもね、そのベタベタ物質を取り除くのに一番行われている方法かなっていうふうに思います。まあ科学的になんでそのベタベタ物質と油がなんかどのように反応してどうこうっていうのはちょっと詳しいことは分かんないですけど、ただ結構前からやられている方法で、まあ、動物自身にもね、そんな毒を含んでるような、ね、小麦粉とかサラダ油とか別に毒じゃないので、まあ、比較的安全かなっていうふうに思います、はい、だただね、しっかり体を、全身くまなく洗わなきゃいけないほどベタベタ物質がついてるとですね、その洗うってことでも猫は体力を消耗しますし、やっぱこうおとなしく洗わせてくれないような子っていうのもいるので、ご自宅ではできないようなね、ちょっと鎮静っていう眠ってもらうような処置をして洗わなきゃいけないということもあるので、まあ、ここはもうしっかり、動物病院で判断するところかなというふうに思います。で、もともとその粘着物質がね、体についてしまって結構うまく身動きが取れなかった猫っていうのは体力も低下していることが多いので、まあ、ちょっと慎重な対応が必要なこともあるっていうところですね。まあ、鳥もちってね、なんか響きは可愛いですけど、なんかやたらめったら使っちゃいけないんですよね。一応法律で、罠とかにね、鳥を捕まえるためにとか使っちゃいけないとかね、なんか一応いろいろ制限があるものなんで結構危ないんですよね。なので、まあ、トータルで考えてね、軽視せずに慎重な判断というのが必要になってくるかなというところですね。子猫なんかがねピチャってくっついちゃうと、下手したら本当そのまま動けなくてね、その場で亡くなっちゃうこともあるぐらい、その強力な粘着性を持ってるんでね、本当怖いっちゃ怖いんですよね。外だとそのネズミ捕りを、まあ、やっぱ仕掛けてる方ってね、まあ、地方の方行くと結構多分いらっしゃると思うので、そういったのをねこう猫ちゃんがねいじっちゃうんですよね。なので、まあ、外に行かなければあんまり起こらない事故だと思うんですけど、はい、そういったところも含めて言うと、やっぱり私としてはね、なるべく猫さんっていうのは自宅の中で生活をね、してほしいもんなんですよね。交通事故とかね、交通事故とかが結構多くて、もう取り持ちのね事故も事件も結構きついですけど、交通事故の方がもっときついんでね、まあ、そこはね、ぜひ、よろしくお願いしますというところですね。で、今回はね、その猫さんの、まあ、お話、急にベタベタになって帰ってくる猫の、まあ、事件についてお話をしました。外行っちゃうとそんな危険もあるんだよっていうようなところと、もしベタベタになっちゃった時にね、まあこんな方法があるよというようなところ、ただ無理はしないで、できそうになかったら動物病院に早く相談しましょうと、放っておくと皮膚炎とか起こっちゃったりするかもしれんよっていうようなところですね、はい。今後もね、こんな感じでワンちゃんと猫さんの、まあ、医療に関する情報ですね、提供して発信していきたいなというふうに思っております。毎週月曜日と、木曜日に更新をしておりますので、なんか良さそうだなともし思っていただけたらですね、ぜひチャンネル登録をしていただいて、次回以降の動画もチェックしていただけたらなというふうに思います。じゃあ今回はね、これで以上になります。また、次回お会いできたらなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それではさよなら、バイバイ。